熊沢博道、熊沢博道、熊沢博道、1889年、明治22年12月18日から1966年、昭和41年6月11日は、日本の後位戦勝者。第二次世界大戦後に正当な後位継承者を、主張した、自称天皇の代表的ありである。大野天皇、また、熊沢天皇の故障で知られる。 熊沢の主張によれば、熊沢家は、熊野宮新宮病に始まる家で、新宮病は、応仁の乱の際に、西陣南帝と呼ばれた人物だとし、その父は、南朝の五亀山天皇の孫とされる御琴宮病、南天皇であるとする。また、足利氏から定位を追われ、応仁の乱の際に、西軍の武将だった芝氏が、終わり国守護職をしており、 宗永親王の末裔の大橋氏や、楠木氏ら南朝ゆかりの武将が多く重視している、尾張国寺の島、愛犬市宮市に隠れ住んだと述べている。その姓は、熊野宮の熊と欧州の地名、沢雄の拓を取って、熊沢姓を名乗ったとある。彼自身は、文家からの養子だが、経図上は、養父と共に、五亀山天皇の未経の断景子孫ということになっている。 熊沢博道は陽名を金三郎と言い,い、金佐と呼ばれた。ジップの八三郎は農業を営んでおり、博道は三男であった。愛知県内の小学校を卒業後、1910年、明治43年に徴兵によって、豊橋騎兵連隊に越し、1913年、大正2年浄土州西山派立専門学寮に入寮し、卒業後、清美根中学校に通いつつ、 浄土州西山派の不協像となったが、1931年、昭和6年に元続、同年に名古屋市で洋品雑貨省を開業、管理土千葉市半学校卒業、すでに明治時代に南朝高水商人の生願を行っていた、洋夫、熊沢王子狩り、熊沢博史家に、お前は南朝の子孫だと言い聞かされて育った。洋夫は自身が、 岡か山天皇の直系子孫だとして、明治政府に上奏、戦前にも上奏したが、ことごとく無視されたという。1920年、大正9年、養父の死後、熊沢は、南朝第118大天皇として密かに即位、したとされる。養父の後を引き継ぎ、自分が天皇であるとして上申書を、洋人、この絵踏みまろ、東条秀樹、荒木定を、 徳富祖宝などや明治神宮に送り続けていた。また、熊沢は1935年、昭和10年前後で、桂尾天皇らと共に、福島県二葉郡奈江町、大堀村あたりで、五南町の埋蔵金発掘をしていい。1945年、昭和20年、名古屋市築作内で、雑貨商を営んでいた熊沢は、戦災で店を失い、廃業を余儀なくされる。 同年、日本が連合国の占領下に入った後、11月に GHQ のマッカーサー総司令官宛に請願書を送った。その探願書が、丸の内優先ビル総司令部翻訳課の担当注意と親しい雑誌、ライフ記者の目に留まった。翌1946年、昭和21年1月、アメリカの記者5名と GHQ 将校が5時間取材し、 その記事は、ライフ、A、AP 通信、ロイターなどで報道され、日本の新聞各社が彼を、熊沢天皇と呼んで取り上げたので、熊沢は一躍有名人となった。彼に取り巻き利益を得ようと集まった支持者は、熊沢のために、資金や工程を提供した。なお、他に、熊沢天皇と称する4名、その他、熊沢天皇ではない南朝の天皇数名現れた。 政府当局はこの頃、熊沢天皇の調査を行っているが、それは天皇制批判の自由、言論の自由に対し、不経済の適用、天皇制保持を図る当局の態度を示すものであった。しかし、結局のところ熊沢に対して不経済の基礎はできなかったが、その後、1946年、昭和21年5月19日のプラカード事件では、 松島松太郎を不経済で起訴している。勢いづいた熊沢は、1946年、昭和21年5月政治団体、南朝法大国民同盟を設立し、全国各地を遊説して、南朝の政権が自分であることを解き、昭和天皇の全国巡行の後を追い、面会と退位を要求したが拒否される。体制派の歴史学者は、 熊野宮新宮尾王の実在を否定し、半熊沢キャンペーンを展開、さらに GHQ の昭和天皇利用方針が固まると、世間は熊沢天皇に次第に冷ややかになっていった。情勢を打開すべく、1947年、昭和22年3月政治団体、南朝方大国民同盟の総裁に就任したり、同年10月に成功党を結成して、党首として選挙で、 候補者を立てるが失敗する。その後、熊沢は多くの側近、それに妻子にまで見捨てられた。なお、この選挙の際、熊沢は有名な竹内文書について、新宮病が先祖から伝承した品や宝物としていたものが、盗まれたものだと主張した。これは、熊沢の支持者の吉田長蔵が、福島県双葉郡桂尾村にある、光福寺、後に、 寒福寺という南朝方の寺から明治中期に、虚無像の斎藤寺教により盗まれた宝を1920年、大正9年に、天神教の竹内小丸古物章から買い取ったといったことによる。1951年、昭和26年1月、東京地方裁判所に、天皇、広人、昭和天皇は、正当な南朝天皇から不法に定位を奪い、 国民を欺いているのであるから天皇に不適格であると訴えたが天皇は裁判権に服さないという理由で棄却された行為不適格訴訟。またサンフランシスコ講和条約が成立すると人々の熊沢への関心も次第に薄れていった。その後も折に触れ週監視や同人誌のネタとなっていた熊沢は支持者の家を転々としながら 映画の幕開のアトラクションに登場して、南朝の正当性を訴えるなどの活動を続ける。1957年、昭和32年、尊神天皇に自称天皇を上位し、法王を自称するようになり、1960年、昭和35年の第29回衆議院議員総選挙では、天皇廃止論を主張したという理由で、日本共産党の神山茂雄を持を表明した。 1966年、昭和41年6月11日、東京の板橋病院で水満の試し去。晩年は、東京池袋の人生横町に曲がりし、著書、日本史の誤りを正すの編纂に専念していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。